皆皆ささんんんこんにちは司法書士の,運の貞子です皆さん、えー、今週の「だったでしょうかレでは、えー、アルバイトの店長が沙織さんのアルバイト代を沙織さんのお父さんに代わりに払ってしまうというところが描かれておりましたね。皆さんは、えー、父親なのだから未成年の娘のアルバイト代を受け取る権利があるんじゃないかというふうにお考えになった方もいらっしゃると思います。 ですけれども、これは実は労働基準法に違反する行為だということになっていくんです。賃金の支払いの原則には、実は直接払いの原則というそういった考え方がございます。労働基準法二十四条一項、この条文を確認してみましょう。労働基準法二十四条一項では。 賃金は通貨で直接労働者ににそのの全額を支払わなななければならないこのように定めておりま,すまた労働基準法59条という条文では未成年者は独立して賃金を請求することができる未成年者または後見人は未成年者の賃金を代わって受け取ってはならないこのように規定されているんです。 で実は、えー、未成年者は一人で契約などの法律行為をする際には、えー、これは親権者、まあ、今回ですとお父さんになりますがお父さんの同意を得て行うこと,が必要になりますところがあ賃金の受け取りに関しては今見た労働基準法24条1項や労働基準法59条からたとえ未成年者であっても 直接未成年者に支払っていかなければならないと規定しているんですねですから父親は親権者であっても未成年の娘のアルバイト代を代わりに受け取ってはならないということなんですもしえ未成年者のアルバイト代を父親に支払ってしまった場合これは雇い主まあ今回ではスーパーの経営者になりますがスーパーの経営者は再度本来受け取るべきこの沙織さんに アルバイト代を支払っていかなければならないということになりますですがドラマの中ではさおりさんは再度ースーパーの店長の方にですねアルバイト代を支払えというようなことは請求しておりませんでしたが実は本来ですね、えー、請求することができるということになるわけなんですそれでは最後におさらいをしていきましょう賃金は通貨で直接労働者にその全額を支払わなければなりません これは、えー、中間搾取や本人以外の者が賃金を奪ってしまうことを排除する趣旨ということになりますそれでは皆さんまた来週お目にかかりましょう偽装結婚してくれりいいんや偽装結婚ヤクザにタコ部屋に売られて強制労働させられたんですパパどうした元気ないねわしにゃ取り戻したい 家族が多何が家族じゃあかりんカリンを引き取りたいってわけですかできることなら穏便に済ませたいカリンは僕の支えです